もうずっとこうやって書こう。松捨て行こうって思ったのは、そのアニメから入ったからじゃないですか。それ一人で行ったんです。まず初めは友達と二人で行きました。そうなんだ。行かんって言ってえ、行こう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 、マスト一松、マスト一松って言ってあ、友達も一松推し？あ、そうです。友達も一松推しで一緒に行きました、うん。それめっちゃいいですね。推し、同じ人とさ、一緒に行けて楽しそう。帰り、二人で放心状態で帰りました。そうだよね。推しのさ、なんかライブとか終わったらもう、魂抜けません？もう、本当に浮遊してました。いや、六本木だったんですけど、うん、駅に行くわけでもなく、うん、なんか、ふらふら歩いて、こうってなって。やっと帰りました。あれは本当初見でもかなりこう圧倒されますよ。嬉しい。びっくりするぐらい本当にルックスがいいんですよね。ルックスが良くて面白くて、もうキャラが立ってて、で可愛くて、うん、ファンサが見て、はい、踊って歌えて演技ができて、完璧すぎて確かに火の打ちどころがない。本当神っぽいね、神っぽい存在なんですよ。じゃあ、キー行きますか。キー行きますか。はい、行きましょう。もともとつながってたんで、最後をちょっと丸くするとかっこいいですね。今ちょっと直線的なんだ。うんうん。なので。そうそうそう、上手上手、今の上手。ね、嬉しい。はい、OK でございます。はぁー。はぁー。早く推しに手紙書きたいなと思って。手紙ね。え、ちょっと待ってください。最後に出したのっていつなんですか？でも私手紙書いたことはあるんですけど、はいはい、こうでもプレボとかに入れたことなくて。それはなんで、それはなんで。なんかこの読み返して自分の文章気に食わない時とかってあるじゃないですか。あ、そういうことか。なるほど。なんかでましてや俳優さんってこう舞台の脚本とか、うんうん、いろいろ字に触れてるじゃないですか、うんうん、なんか好きな気持ちを伝えるのにそんなうまい下手もないって自分ではめちゃくちゃ分かってるんですけど、うんうん、なんて言うんだろう、こういざ出すとなると、うん、こう緊張してしまって。そうか、これを読まれるとってなるとね、これ推し読むのかなって思うとめっちゃおもろいそれ。でも三次元のこのアイドルとかでこんなに好きになったのが本当に初めて。あ、もうそんなに、そんなレベルなんだ。もうなんか芸能人ってこんなに追いかけたいって思ったのが、うんうんうん、うん、多分初めて原通したいって思わせてくれたのが本当に初めてです。追いかけたいかはい、すごい。全部行きたい、全部行くしか道がないって思ったのは初めてです。ああ、なるほどね。すごいね、そんな風に思わせてくれる推しが素晴らしいですね。いや本当に、もう本当に推しすごいんですよ。F6 はすごい。いや、いろんな人に夢を与えてるんだなって今思った。すごい。いや、本当すごいです、マジ。うん、もうブルって言われるだけで、うん、明日仕事頑張れる。いや、ほんとそれ大事ですよね。ねえ、ほんと大事、マジで。推しの一言で生き合えるんですよね。うん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 。もうね、次の配信がいつとかも分かっただけで、その日を楽しみに頑張るわけでしょ。ほんとその日まで死ねねえなって思います。あー、わかるな、わかるわかる。いいですよね、それ。うん、生きなきゃなって。うん、そう、生きなきゃね。生きなきゃなって。ね。ね、はい、行きましょう。行きましょう。はい、完璧ほぼ。うん、嬉しい。あのね、これ点々の位置ぐらいですね、マジで。点々の位置。ああ。かなり上の真ん中に来てるから、うんうん、右上ここに。なるほど。あ、そう。ちょっと待って、うま。はい、もう終わり終わり。やったー。終わりです。終わり。嬉しい。バランスって大事なんだなって。いや、ほんとほんと。だから、なんかちょっと気をつけるだけで、もう今から書くファンレターはね、すごいことになりますよ。もう、木でだけめっちゃ綺麗です。やっぱなんか字ってさ、手書きだと特にこう、思いがなんか乗るじゃないですか。わかる、めっちゃわかります。ね、なんか、あ、こいつ丁寧に書いたんだなとか、うん、急いで書いたんだなとか、ね。ね、そういうのもあって、やっぱ清書になるんですよね。あれ完璧主義な感じ？いや、仕事場とかのやつは、はい、期限間に合ってれば大丈夫。いや、大事大事。とりあえず上に提出して、はい、内容確認してもらって、うん、自分が後で使うやつは、その雑には書かないですけど、うんうんうん、読んでもらうやつなので、はいはい、なんだろう、もう推しに書くときと、まあ、熱量は違いますね。
お尻描くとき100だとしたら仕事はいくつですか？お尻が強すぎて2、うん、2 お尻なんか読めないと読ませられないので。そうね、そうね、もうお尻は終始で1枚1枚書いても足りないぐらいなんで。半紙でね、半紙でやばでかっ日めくりカレンダーみたいな。それは熱いな。よし、じゃあ最後の字いきますか。はい、巣はね、ほんと直すとこないな。上手。え、わーい。うん、ここで止めて2、3でシュッといく感じ、うん、3回止めるんですよ。それをおー、え、かっこいい。意識するといいかも。 OK です。そうそう、あー、すごいバランスいい。とってもいいですよ。これベストオブ巣です。うんうん、ベストオブ巣、いいいい。いや、いいんじゃないですか。はい、というわけで、まあ一旦練習はおしまいということで、はい、本番をいきますか。本番を、はい、はい、よし、できました。あ、いいじゃないですか。すごいですね。上手くなったかな。うん、あのね、シュッとした全部かっこいい。ハリさん的にはどれが一番ですか？ハリ的にはこう、なんか素が上手くなった気がします、うん、なんか難しいから適当に3人に棒を書いたんですよ、うん、こうね、こう、こういう感じね。あ、そうです、そうです。それ、私の字。でもなんか、ちゃんと書けました。うん、いや、すごいいいと思います。もう、これでお尻で画面描けます。一番伝えたいですね。これでも、迷うことなくプレボに。いや、ぜひね、入れてください。どうですか、喋ってみて。なんか、1時間めっちゃ早かった気がします。あー、そうなんだ。よかった、よかった。なんか推しの話、特に F6 の話、うん、こう普段、うん、ふとした時に話す友達が一人とかあるので、はい、F6 の話自体をできるのがすごい楽しかったです。あー、よかった。いや、もう今日ほんと楽しみにしてたんで、舞台のやつを見てる時にこれハリさんと話せるの楽しみやなと思ってたんで、めっちゃ楽しかったです。うれしい。そう言っていただけても感無量です。マジ、いやいや、何よりです。ありがとうございました。またなんか喋りたいなっていうのがあったら、もういつでもお待ちしてますんで。え、いいんですか？はい、もう3次元でも2次元でも大好きなもの溢れてるんで。はい、やりましょう、やりましょう。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ね、じゃあね、とりあえずなんか表向きのさようならをします。あの動画の一番最後に来るやつなんですけど。 OK です。はい、じゃあさようならいきます。はい、はい、え、さようならってある時間の NHK みたいな感じで、さようなら。やばい、ちょっと面白いからここ使いますね。はい、じゃあ、まあ、でもフリー素材なんで。フリー素材。はい、というわけでね、はい、今日はハリさんと一緒にね、F6 の話しました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。さようなら。